松室隆義4月23日から1969年12月6日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。京都府出身。松室府官の長男として生まれる。1907年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、陸軍騎兵将尉に任官式兵第4連隊付となる。 1918年11月、陸軍大学校を卒業式兵第7、連隊中隊長に就任。1921年10月、参謀本部付勤務となり、参謀本部員を経て、1923年4月から1925年5月まで参謀本部付を務めた。この間、1923年8月、騎兵少佐に昇進。 1925年5月、騎兵第一連隊付けに転じ、同年8月、兵局賞顧問として中国に出張し、1926年11月に帰国。1927年7月、騎兵第一連隊付けとなり、同年12月、騎兵中佐に進む。参謀本部員を経て、1928年6月から1929年8月まで、 参謀本部付として、表玉将顧問を務めた。1929年11月、陸軍騎兵学校教官に就任。1931年8月、騎兵大佐に昇進し騎兵第一連隊長となる。1933年1月、関東軍司令部付に転じ熱化特務機関長騎兵学校教官、第七師団参謀長を経て、 1936年3月、陸軍少将に新旧志市那中東軍司令部付けとなる。同年12月、紀平第四旅団長に転じ、1937年8月に大名となり、同月、予備役に編入された。1937年12月から1938年5月まで、上海で政権工作を行った。その後、明治大学指導局長、 大民会顧問、東京フローム法国会会長を務め、さらに大日本会峡協会総務部長に就任した。1938年11月10日に、明治大学で起きた、絶火事件。侮辱事件が起きた、明大記念館、国民精神作項に関する直後報読式が、明治大学記念館で挙行され、総長、木下智三郎が召直を報読し、ついで指導局長、 松室隆義が訓示を行ったが、その内容が侮辱的であるとして、教授たちの怒りを買った。学生たちの前で面目を潰された教授たちは、各学部、専門部で、教授会を開き、文芸家の岸田邦夫が、学生の前において、指導局長に、陳謝せしめよと訴えるなど、学内の混乱は数日にわたって続いた。しかし松室は、授業を試さざれば部長を、 じ、めさせ、各教授派の二王、ぜざれば片端より首にすべしと交互し、謝罪も発言撤回もしなかった。結局、木下総長が、本件の全責任は総長にあり指導局長を相手にする必要なしとして、松室の代わりに教授会で謝罪し、騒動は、うやむやにされてしまった。翌年4月19日、松室は、指導局長を遺願退職して、命題を去った。 その理由は不明だが、前年以来の教職員との対立や、専門部高悪化の指導官就任案が否決されたことなどが原因ではないかと考えられている。ありがとうございます。